ウです。でジャイアンツのルーキー大勢28、ライブル・マルティネス27、そして岩崎が25、まあ、各チームの、まあ、守護神が今シーズンは比較的こう安定してというシーズンになってますかね。まあ、そうですよ ね、 ね、まあ、まあどの選手もまだね、セーブ王のタイトルのチャンスはあるところにある、いるというところではもう1年間、ね、トータルしてこう活躍されているのかなというふうに思いますよ ね、 すね。27セーブのライデバルシネス、ここは見逃しの三振に仕留めました。この表情です。本人の言葉が伝わってきました。非常に楽しみな存在です、ね。変わってくると思いますよね。リズムを狂わせる、そんなことができるかどうか。追い込んだバッテリー、空振りの三振、2者連続三振でこれで2アウトになりました。果たしてできるでしょうか。150キロ台後半、ファウルです。フォーク意識しながらのインハイ高めのストレートですので、ですね、この3連戦の2戦目ドラゴンズが勝ちました。ライデル・マルチネス28セーブ目、リーグ3位タイという数字になりました。